オハイオ州の歴史、オハイオ州の歴史では、アメリカ合衆国オハイオ州となった地域について、主にヨーロッパ人が入ってきた時代から20世紀初めにかけての歴史を解説する。最初に、現在のオハイオ州に入ってきたのは、紀元前1万3000年頃、パレオインディアン文化の担い手である人々であった。やがて、彼らは古希文化の担い手の人々に変わられた。 古希は一般に前期、中期、後期に細分される。研究者の多くは、オハイオ州の古希前期の人々は一般に移動性の狩猟採集民だったと考えている。古希中期の遺跡はあまり発見されていないために、その文化や担い手である人々が誰なのか、解明するのは困難である。これまでも、渓谷の深い場所にあるので、人目につきにくく、なかなか遺跡が発見されなかった。 古希後,後期で注目に値する変化は、自給自足経済の発展と国希の文化が地域文化したということが特筆される。オハイオ州では、南西部のメープルクリーク文化、西部、特に北西部のグラシアルケーム文化及び、北部の大半を占めるレッドウォーカー文化とオールドカッパー文化が挙げられる。現在のリッキング群にあるフリントリッチは重要な資源であり、 交易品であるフリントを産出していた。フリント理事んのフリントから加工された石器は、東は大西洋岸から、西はカンザスシティまで、また南はルイジアナでも発見されており、戦士時代の交易が各地域の文化を結びつけていたことを示している。紀元前800年頃、国旗後期の文化はアデナ文化の人々に変わられた。アデナ人は、 マウンドビルダーとして知られている。オハイオ州には何千基といった多数の墳球墓が残されている。アデナ文化に続いてホープウェル文化、西暦100年頃から400年頃、さらに後にホートエンシェント文化の時代となる。当初、研究者の多くはオハイオ州、アダムズ郡にあるサーペントマンドをアデナ文化のマウンドだと考えた。これはアメリカ合衆国でも 最大の継承墳、FG マウンドであり、オハイオ州でも最もよく知られた史跡の一つとなっている。より新しい時期のフォートエンシェント文化の人々が築造した可能性もある。最初のヨーロッパ人が北アメリカに到着した時、アメリカ州の先住民族、アメリカンインディアンは、毛皮の交易を始めた。色濃い連邦がニューヨーク地域でビーバーや、 その他の獲物を激減させ、ビーバー戦争と呼ばれる戦争をはじめ、当時テネシー地域に参加していた、開拓地を破壊した。エリー湖岸にいたエリー族は、ビーバー戦争の間の1650年代に実質的に排除された。その後、オハイオの土地は、イロコイ族が両馬として領有権を主張した。オハイオは、数十年間ほとんど住民のいない時期が続いた。 大西洋岸に拡大するヨーロッパ植民地の人口増加によって、いくつかの先住民族は1730年代までにオハイオに住む場所を変えることを余儀なくされた。東部からレナペ族や小児ーー族が到着し、北部からはワイアンドット族やオタワ族がやってきた。マイアミ族は現在の西部オハイオに住んだ。ミンゴ族は西に移動してオハイオに入ったイロコイ族であった。 18世紀、フランスは交易基地を作って地域の毛川交易を支配した。クリストファー・ギストは、オハヨを旅し記述した最初の英語を話す探検家だった。ジョージ・クローガンのようなイギリス人交易業者がオハヨで事業を始めたとき、フランスとこれに同盟する北部のインディアンがイギリス人を追い出した。1752年にマイアミ族のピッカビラニー。 現在のピクアの集落を略奪することで始めた。フランスは1753年にオハイオ渓谷の軍事的占領を始めた。バージニア人、ジョージ・ワシントンによって1754年に行われたフランス人追い出しの試みはフレンチ・インディアン戦争として植民地に知られる戦争の始まりとなった。これは ヨーロッパで及び世界中の植民地を巻き込んで行われたイギリスとフランスの大規模な戦争、七年戦争の一部であった。1763年のパリ条約により、フランスはオハイオと湖北西部の支配を放棄した。イギリスがこの地域を軍事的に占領したことで1763年のポンティアック戦争を引き起こした。オハイオのインディアン種族は、 ヘンリー・ブルケット大佐に率いられた武装遠征隊がオハイオに入、急戦をもたらすまで、この戦争への参戦を続けた。さらに1774年にオハイオに入った遠征隊は結果としてダンモアの戦争になった。アメリカ独立戦争の間、オハイオの先住民族は、どちらの側につくかで二つに分かれた。例えば、小児族の指導者ブルージャケットやデエラウェア族の指導者、 バッコンガヘラスは、イギリス軍のにつき、コーンズトーク、ショーニー族とホワイトアイズ、デラウェア族は、反乱を起こした植民地人と友好的なままであった。しかし、アメリカの開拓者たちはしばしば友好的か、敵対的かを区別しなかった。コーンズトークは、アメリカの民兵に殺され、ホワイトアイズも、その可能性がある。 最も悲劇的な出来事の一つは、オハイオで起こったグナーデン発展の虐殺だった。独立戦争にアメリカが勝利すると、イギリスはオハイオとミシシッピ川までその西部にあった領土の領有権を放棄し、アメリカに割譲した。連合会議が北西部条例を可決すると、オハイオの開拓がオハイオ会社の手によって、マリエッタの設立から始まった。それはその家族が、 開拓者の第一世代から構成されるアメリカ独立、戦争の退役兵集団によって行われた。マイアミ会社、または、シムズ買収とも言われるが、南西部の開拓地を監督した。コネチカット土地会社が、現在の北西オハイオにあったコネチカット、西部保留地の開拓を下した。移民はニューヨーク及び特にニューイングランドからやってきた。それらの地域では、 人口が増えて土地に対する需要が増加していた。大半の者は、オハイオに入馬者や駅馬車で来ており、時には、モホーク川オバージュを使って旅した。最初に、西部ニューヨークに入植した農民は、西部に土地が開放されていたので、その生涯で一度ならず、オハイオに居所を移した。北西部領土のアメリカ人による入植は、北西インディアン戦争で、 先住民族の抵抗にあった。先住民族は1794年のフォールン・ティンバーズの戦いで、結局アンソニー・ウェインに征服された。現在のオハイオ州の大半は、翌年のグリーンビルの条約でアメリカ合衆国に割譲された。アメリカ合衆国は1787年の北西部条例で北西部領土を喪失した。この領土は、 奴隷制を合法化することが禁じられた、一旦州として成立すれば、奴隷制を敷くことが許されたが、実際にはそうならなかった。中西部の州は自由州と呼ばれ、オハイオ川の南にできた、奴隷州と呼ばれるようになる州とは対象をなした。北東部の州は次の2世代の間に奴隷制を廃止し、自由州は北部州とも呼ばれた、北西部領土はもともと、 オハイオ領土やイリノイ軍と呼ばれた地域を含んでおり、インディアナ順州が作られて、北西部領土はおよそ現在のオハイオ州と、ミシガン州ローアー半島東半分の大きさに減らされた。オハイオの人口は1801年12月で4万5千人となり、連邦議会は人口が急速に増加しており、オハイオは州になる道を歩んでいると判断した。その条件は、領土が 人口6万人を超えた時に州になるというものだった。議会は1802年に権限不養法を通過させ、オハイオが州になる工程を示した。住民は憲法制定会議に集まった。彼らは他の州の憲法から多くの規定を流用し、奴隷制は拒否した。1803年2月9日、ジェファーソン大統領はオハイオの教会と憲法を承認する議会の法案に、 署名した。議会は、おはよう17番目の州とする公式の具体的決議案は通さなかった。現在のように議会が正式に州に昇格した日を宣言する習慣は、ルイジアナ州が18番目の州として認められた1812年が始まりだった。公式の州昇格決議案は要求されなかったが、その手落ちが1953年になって発見され、 オハイオ州選出の合衆国会議員、ジョージ・エイチ・ベンダーが、オハイオ州の合衆国加盟の日を1803年3月1日、遡って決める法案を議会に提出した。古い州とチリコシーでの特別会期で、オハイオ州議会は、新しい州昇格の請願を承認し、それは馬に乗ってワシントン DC に運ばれた。1953年8月7日、 オハイオ州としては、誕生150周年、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が、オハイオ州の合衆国加盟への日を1803年3月1日、公式に宣言する法案に署名した。オハイオ州は、米英戦争の前線となった。辺境の開拓者たちは、カナダにいるイギリスの代理人が、敵対的インディアンの種族に特に、ライフル銃や、 弾薬のような武器を供給していると信じた。同時に、アメリカ合衆国と小人族の指導者テカムセに、引きられたインディアン連合との間に湖北西部での、闘争、テカムセの戦争が始まった。テカムセは1812年に、イギリスの公式の同盟者になった。1811年のウィリアム・ハリソンによるティッペカヌーの戦いでの勝利と、 1813年のテカムセの敗北と戦死により、インディアンの戦力は衰えた。1815年以後、イギリスはもはや、オハイオのインディアンと交易を行わず、軍需物資も与えなかった。1835年、オハイオ州は、ミシガン州からトレドストリップについて、異議申し立てを受けた。連邦議会は、トレド氏を含む土地をオハイオ州に渡した。 その交換条件として、ミシガン州はアッパー半島の多くを手に入れた。オハイオ州の中心位置とその住民は南北戦争で重要な位置を占めた。オハイオ側は軍隊と物資の移動に重要な動脈となり、またオハイオの鉄道も同様な役割を果たした。オハイオ州は戦争中アメリカ陸軍の多くの上級士官を輩出した。この戦争は一世代以上にわたって、 重要だった。後に、オハイオ州出身の退役軍人から5人の、アメリカ合衆国大統領が出た。ユリシーズ・グラント、ラザ・フォード・ヘイズ、ジェームズ・ガー・フィールド、ベンジャミン・ハリソン及びウィリアム・マッキンリーである。19世紀の大半、工業が急速に導入された。工場労働者は、人々が以前は、家庭内で作っていたものを工場で製造した。オハイオ州は、 多くの川があり、エリー湖に面していたので、水力の利用や商品の移動に便利だった。オハイオ州は19世紀には、全米屈指の原油の産出量を誇った。岩塩も多く産出した。1912年、チャールズ・ビーガルブリーズを初期間として憲法制定会議が開催された。その結果は、進歩主義時代の関心事を反映していた。 憲法は署名運動と住民投票を導入し、議会には議会に期限のある法や憲法修正案を批准するための住民の投票に問題の解決を委ねる規定を加えた。ジェファーソン流民主主義の原則では法律は一世代に一度見直されるべきであり、憲法は20年ごとのオハイオ州の一般投票に問題を提起することとした。問題は 新しい憲法制定会議が必要かどうかということを問うている。この問題提起は1932年、1952年、1972年、及び1992年に行われたが、制定会議が必要という結論にはならなかった。その代わりに、憲法修正条項が住民の請願と議会により数百回も提案され、大半は採択された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。